に漂白して撮ると、この字の色ってね、グレーに近くて、あとの染色、難しい色になるんです。はい、いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。はい、着物ですね。はい、男のお子さんのですね、お祝いになりますが、はい、はい、そうですね、はい。一つ身のお品になりますかね。はい、染みの付着状況なんですけれどもね。はい、まず一番最初、こちらが目につきましたが、はい、何か、そうですね、食べこぼした際のシミをね、そのまま放置したことによってこのように、黄ばんだシミになっている状態ですね。はい、反対側ですね。反対側にも同様のシミがありますが、どうですかね、位置的に、収納中のトラブルですかね。畳むからな、こうなるから、そうですね、もしかしたら違う原因かもしれませんけど、まあ、たまたまなのはね、これ同じ位置、高さですからね。はい、また別の原因かもしれませんね。はい、あとはまあ目立った付着ないんですけれどもね。はい、それでは早速進めていきます。はい、そうですね、まずこの柄の部分からやってみますね。ちょっと分かりますかね、これ色違うの分かるでしょ。同じ白でもね、こちらはまあ柄なんで、まあ古墳というか、まあ、顔料ですね、顔料で柄染めてあるんですけれども、こちらはまあ生地の色ですね、まあ地色と、まあ、いうことが表現することが多いですけれども、はい、まずこの柄の上のシミを取ってみます。もうシミが古いんでね、漂白しなければ、柄に隣接、柄というかこの箔ですね、箔に隣接する箇所なんで、あんまり無理ができないですね。これ画面越しにはこれ何色に見えてるか分かんないですけど、まあ白は白なんですけど、うっすらってやはりね、真っ白じゃないんですよね。色がついてるんで、漂白することによってしみにくした部分と、していない部分とで色調に差が生じないように注意しながらやらなければダメなんですけど、ここはまだそうですね、白に近いんで問題ないんですけれども、はい、まあ、問題はですね、こうやった、あれこれか、はい、こちらのシミですね。はい、こちらはもう地の色になるんで、生地そのものの色ですね。はい、こちらはね、なんていうのかな、ちょっとこう色の調子が複雑でね、あ、これなんかあれやな、ちょっと打ち合って色移ってる可能性やな、違ったんだ、模様じゃないの、多分な、打ち合って重ねて畳んであった時の柄やと思うけど、違うかな、ちょっと
確認してみるといかんけど、多分そんな感じやな。ちょっと予定外やな、これ。まあ、さっきこれだけ取るわ。気づかんな、あれ。あ、いや、ちょっと続きやな。まあ、先ほどのように漂白して取っていくことになると思うんですけど、この字の色ってね、どちらかというとこうグレーに近くて、漂白するとね、かなり違和感出ますんで、色落ちして。これをいかにうまく処理していくかが勝負なんですが、で、まあそこまではよくあるんですけど、着物の場合は、地色が、シミを取る代償として、地色が、脱色、色落ちですね、色落ちしてしまうケースっていうのは、まあよくあるんですけれども、あとの染色がやはり難しい色になるんですよ。ちょっとこういろんな色が入っててね、どちらかというとグレーなんで、うん、色を壊してしまうとね、染色がかなり難しい色味なんで、これはね、思ってる以上にちょっと難度が高いですね。まあ、淡い色で白に近い色なんで、簡単だろうっていう風に思われがちですけど、うっかり漂白してしまうとね、大変なことになるんで。でもこれ一番いいところを使わんとな。ちょっとな、金属っぽいシミやなこれな。この状態で身がまあ付着してて、もうすでに地色も犯してたかもしれないな。今漂白したからってわけじゃなくて、染色やな。あ、ほぼほぼ分からんようになったけどな。そこからやっぱりね、保育園で漂白すると、ここに後の染色がね、できなくなるから、もうこの状態で染色や。こっちの方が気になるな。これ抜くの大変かもしれんな、結構。それこそ、こんな簡単に抜けへんから。柄のようなやな。柄じゃない、これ多分。反対のこれが出とんじゃん。こう。全然違う。こういう。収納中にどっかの柄がな、打ち合ってるんじゃないかな、多分。しあうって、まあ、まあ言ったら重なってる色が映ってる状態なんだけど、
これ。こういう処理になりますね。これでまああの音の染み分からなくなったと思います。分からないですね、うん、はい、これちょっと後でやります。はい。